皆さん、こんにちは。今回は社会学者として知られる古市憲寿氏のオリンピックに関する興味深い発言について深掘りしていきます。果たして彼の言葉の裏には何があるのでしょうか。そしてこの発言は私たちに何を問いかけているのでしょうか。まず事の発端から見ていきましょう。2024年8月18日に放送されたフジテレビの人気番組ワイドナショー。この日、古市氏はパリオリンピックの話題で注目を集めることになります。番組が始まり、MC の東野幸治さんが、スポーツあまり興味ないんですよね、と古市氏を紹介すると、彼はきっぱりと、パスで大丈夫です、と返答しました。さらに、今田幸治さんから、東京五輪も見ていなかったですよね、と問われると、はい、見ていないです、と正直に答えたのです。ここで興味深いのは、遠野さんの五輪期間中の2週間は辛くなかったですか？無理して見ようかなとかならなかったんですか？という質問に対する古市氏の返答です。見ていないと自慢していない。最近、見たのを自慢している人がいるじゃないですか。あれがちょっと嫌。ただ単純に関心がないだけなので。この一言がソーシャルメディア上で大きな反響を呼びました。古市さんの正直な態度が好き、スポーツに興味がない人の気持ちがよくわかるという支持の声がある一方で、国民的イベントに無関心すぎる、社会学者としての視点が欠けているといった批判的な意見も多く寄せられたのです。ここで注目すべきは、古市氏が単にオリンピックに無関心なだけでなく、見ていないことを自慢する人に対しても批判的な立場を取っていることです。これは単なるスポーツイベントへの態度というよりも、社会現象としての見ていないことの自慢に対する批判と捉えることができるでしょう。では、なぜ古市氏はこのような立場を取るのでしょうか。それを理解するためには、彼の過去の発言や経歴を見ていく必要があります。古市氏は、以前からスポーツにあまり興味がないことを公言してきました。しかし、彼は単にスポーツを否定しているわけではありません。例えば、8月3日に放送されたテレビ朝日系中居正広の土曜日な会では、パリオリンピックで金メダルを獲得したスケートボード選手の堀米雄斗選手とのプライベートでの会話を明かし、スタジオを驚かせています。堀米選手は古市氏に、僕、実はスケボーあんまり好きじゃないんです、と告白したそうです。しかし、続けて、でも、スケボーのおかげで今の自分があるから、スケボーには感謝しています、と語ったそうです。この言葉に古市氏は深く感銘を受けたと語っています。古市氏はこの堀米選手の姿勢を、プロフェッショナルとしての姿勢がよく表れている、と高く評価しました。好きか嫌いかという個人的な感情よりも、自分を今の地位まで導いてくれたスケートボードへの感謝の気持ちを持っている点を評価したのです。このエピソードは、古市氏がスポーツそのものよりも、スポーツを通じた人間模様や社会現象に興味があることを示唆しています。つまり、社会学者としての視点がここにも現れているのです。しかし、古市氏の態度に対しては批判的な意見も多く寄せられています。社会学者としての立場から、スポーツイベントが社会に与える影響や、人々の行動パターンの変化などを観察、分析する機会を逃しているのではないか、という指摘もあります。一方で、古市氏の態度を支持する声もあります。スポーツに興味がない人の代弁者として貴重、多様な価値観を認める社会の象徴といった意見が、ソーシャルメディア上で見られました。ここで重要なのは、古市氏の発言が単なるスポーツへの無関心を超えて、現代社会における価値観の多様性、メディアの役割、大規模イベントの意義など、多くの論点を提供していることです。例えば、オリンピックは本当に国民的イベントなのでしょうか？どの程度の関心や参加が期待されるべきなのでしょうか？また、スポーツイベントを見ることが義務のようになっている風潮はあるのでしょうか？これらの問いは、単にスポーツの話題にとどまらず、私たちの社会の在り方そのものを問いかけています。多様性が尊重される現代社会において、一つのイベントに全員が関心を持つべきだという考え方自体が、再考の余地があるのかもしれません。また、
古市氏の発言はメディアの役割についても考えさせられます。オリンピックのような大規模イベントの際、メディアはどのように報道すべきでしょうか。関心のない人々にも配慮しつつ、イベントの魅力を伝えるバランスはどのように取ればよいのでしょうか。さらに古市氏の姿勢は現代社会における自慢の文化についても問題提起しています。 SNS の普及により、自分の経験や意見を発信することが容易になった現代、見たことも見ていないこともどちらも自慢の対象になりうるのです。このような風潮について私たちはどう向き合っていくべきでしょうか。古市氏の発言は一見するとスポーツへの無関心を示しただけのように見えます。しかしその裏には現代社会の複雑な問題が隠れています。多様性、メディアの役割、 SNS 時代の自己表現、大規模イベントの意義など、さまざまな論点が浮かび上がってきます。そしてこれらの問題は単にスポーツや古市氏個人の問題ではありません。私たち一人一人が自分の価値観や社会との関わり方を見つめ直すきっかけとなるのです。古市氏の発言を聞いて皆さんはどう感じましたか。オリンピックのような大規模イベントに対する自分の態度を改めて考えてみましたか。あるいは社会の中で自分とは異なる価値観を持つ人々とどう向き合っていくべきか考えを巡らせましたか。これらの問いに対する答えは一人一人異なるでしょう。しかしこうした議論を通じて、より豊かで多様性に富んだ社会を作っていくことができるのではないでしょうか。古市憲寿氏のオリンピックに関する発言は一見すると単なるスポーツへの無関心を示しただけのように見えます。しかしその裏には現代社会の複雑な問題が隠れています。彼の言葉は私たち一人一人に自分の価値観や社会との関わり方を見つめ直す機会を与えてくれたのです。さらに古市氏の発言はオリンピックという大規模イベントの本質的な意義についても再考を促しています。オリンピックは単なるスポーツの祭典を超えて国際理解や平和の象徴としての役割も担っています。しかしその一方で巨額の費用や環境への負荷、開催国の政治的利用などさまざまな問題点も指摘されています。古市氏のような無関心な立場はこうしたオリンピックの光と影の両面を客観的に見つめ直す機会を提供しているとも言えるでしょう。オリンピックを絶対的な善とせず、その意義や問題点を冷静に議論することは今後のスポーツイベントの在り方を考える上で重要な視点となるかもしれません。また古市氏の発言はメディアリテラシーの重要性も浮き彫りにしています。大規模イベントの際、メディアは往々にして一色に染まりがちです。しかしそうした空気に流されず、自分の興味や関心に基づいて主体的に情報を選択する能力が現代社会ではインクリーシングリー重要になっています。古市氏の態度はそうしたメディアリテラシーの一つのモデルケースとも言えるでしょう。さらにこの議論は働き方改革やワークライフバランスといった現代的なテーマとも結びつきます。オリンピック期間中、多くの人々が夜遅くまでテレビ観戦をすることで睡眠時間が削られたり、仕事の効率が落ちたりするという指摘もあります。古市氏のように見ない選択をすることも自身の生活リズムを守るための一つの方法かもしれません。皆さんはこの問題についてどのように考えますか。オリンピックのような大規模イベントへの参加や関心のあり方、多様な価値観を持つ人々との共存についてどのような対策や姿勢が必要だと思いますか。コメント欄で皆さんの意見をお聞かせください。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後も社会のさまざまな側面について深く掘り下げていく予定です。次回もお楽しみに。